今回の奄美大島でも人気のパン屋さん、パン工房麦の実寄ってみることにしました。前回も奄美大島来た時にここのパン屋さん寄ったんですけれども、薪を使った釜で焼いているパンが香ばしくてすごく美味しいので、ここのパン屋さんですね。奄美大島来たらおすすめです。 前回はとても人気のあるメロンパン購入して美味しかったので今回はその時に見て気になっていたメロンパンの中に生クリームの入ったパンがありましたのでそれを食べてみようということで寄ってみますお店の目の前の雰囲気ですねこういう感じで花もあって建物もオシャレですごくですねいい雰囲気ですでここにですね釜がありましてメロンパンこの目の前に置いてあります 焼きたて食べれると熱々ふわっとした食感ですね楽しめますで今回のラインナップなんですけれどもこんな感じでパンいろいろ置いてあったんですが前回来た時よりも少しですね種類少なくですねなっていたなと思ったんですけども台風13号の影響でこう材料とかが揃わないっていうのも影響してるのかなとも思ったりもしましたで生メロン クリームパンなんですけれども、先ほど冷蔵のところを今映ったと思うんですけども、そちらにですね、メロンパン入っています。メロンパンの雰囲気ですけれども、このような感じですね。えっ、ー、と、生クリーム入ってるバージョンとコーー、コーヒー、コーヒークリーム入ってるバージョン、両方ありました。今回はとりあえず生クリームの方にしまして、次回行った時にですね、奄美大島、コーヒーの方も食べてみようかなと思います。袋から開けたところの様子、こんな感じですね。 やっぱりあの冷やしてますのでちょっとですねこうしっとりえ密度が高くなっているのでサクふフワッという感じよりもこうどっしりとした感じになっています中にこんな感じでクリームが入っていますでテーブル椅子の横にここパイナップルだと思うんですけどもこのパイナップルの植木があってですねこう南国らしくてすごくいいなと思いました可愛らしくていいですね 今回食べたメロンパンなんですけども冷たく冷やされているので熱い甘み美しまではこの清涼感これも冷たくてヒヤッとしてですねいいなと思いました生クリームの分量とか、えー、その辺はですね、まあ、ちょうどいいかなっていう感じとあとやっぱりメロンパン焼きたての前回食べたのでそのサクふわの食感がですねものすごく良かったので個人的にはそっちの方が良かったなという印象ですねこんな感じで生クリーム真ん中に入っているという感じですで冷やしてあるので パン自体はですねこうしっとりサクッとはもうしてないですねで食べた時に少し、えー、もったりとした感じになります個人的にはやっぱり焼きたてのメロンパンの方が圧倒的に美味しいなという感じしましたけどもこれはですねまた夏場暑い時に冷たいパンで中のクリームも冷えててですねこれも美味しいので暑い夏なんか行く時にですね し寄っったらここののパン美味しいいでてて、ね、て食べてみてください今回行った時のパンのラインナップですねこのような感じで写真撮っていますのでちょっと参考になればなと思いますあとはですね、えー、パン食べた後にちょっとトイレもしかあればお借りしたいなということでトイレあるか聞いてみたんですけども建物の裏手の方にですねトイレありましてそちらの方を借りることができました こちらがパンですね。ここに生クリーム入ったのとコーヒークリーム入った2種類がパンありましたので、この辺ですね、冷蔵庫に入ってます。で、クリームチーズっていうのもあったので、それもやっぱり、えー、冷えてた方が美味しいんじゃないかなと思うので、この辺もですね、しっとり食べるならいいと思います。以前はクリームチーズビッグ2で売ってたので、それをですね、ここのパンのものなんですけども、えー、もう1店舗の方からビッグ2には。 確か持って行ってると言ってたのでそちらの別店舗の方で焼いてるみたいなんですがそのクリームチーズですね食べて美味しかったのでこの冷えてるやつも美味しいと思うのでここ行ったらですねちょっと気になってるところですあとは前回来た時もこのバジルトースト気になってましてこれがですねバジルの風味良くて美味しそうだなと思って購入しようかなと思ったんですけれども結構お腹いっぱいになりそうな具合だったので 今回のですね工程上そんちょっと食べるのきついかなと思って今回はやめておきました別の機会にですねバージルトーストも食べてみたいなと思います